も石尾声変わり中のものです。どうも石尾声変わり中のものです。どうも石尾声変わり中のものです。今日紹介するのは本社海援 S です。はい、すいません初めてのもの雑貨が出ちゃうんです、はい、僕の動画だったんですね。あ、そう、はい、すいません、はい、今回はですね、実はデイトナ氏さんとコラボをさせてもらってます。この車はですね、デイトナの編集の下立さんの車、そして、今回取材担当の本郷鈴木さんです。はい、どうも皆さんこんにちは、はい、こんにちは。今日はこれどんな感じの取材なんですか。まあですね、デイトナが自号でですね、 YouTuber 特集をやりたいということで、まあこういうアイデアがありまして、で誰かいないかということで、この車紹介動画のカリスマ、スーパーカリスマがおる知り合いいるよということで、まあ、今回で謎尾さんを取材させていただいたということですね。何月号とかはどんな感じで見るんですか。4月6日売りのデイトナ YouTube 特集で掲載します。わかりました。じゃあこれから僕が夏々紹介しますので、はい、ぜひよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。こんなのいいんですかすごくいいですけどというわけで、こうやって車を撮影しているのを撮影されるという形で取材は進みました。うん、複雑な形式、詳細はデイトナ5月号で見てください。じゃあ仕切り直していつもの次元に飛びます。どうぞ。どうも石尾声変わり中のものです。今日紹介するのは初代ポルシェカイエンの後期モデルです。このポルシェカイエンはポルシェが初めて作った SUV のモデルです。ちなみにですね、この後期モデルの特徴はここ、ヘッドライトの形がよりシュッとした形になりました。そしてここ、前期モデルよりもより峰がビュッと立ってですね、911らしいルックになりました。ちなみにこの後期モデルではこのバンパーのデザインも変わってます。そしてこのですね、縦型のウインカーも注目なんです。ただここで特徴がありまして、 V8 のターボモデルだけはですね、このように横長のウインカーになってます。これが見分けポイントです。ヘッドライトチェックします。ちなみにこのヘッドライト、イグニッションオンで動作チェックのために動きます。スモールお願いします。ヘッドライトローお願いします。ヘッドライトハイお願いします。ハザードお願いします。フォグプリーズです。サイドに回ってきました。カイエンのサイドで注目はですね、このフロント部分、一般的なごつい SUV とは違って、このフロントの部分、上面をですね、スラントさせるのはもちろんなんですが、下、このように上方に跳ね上げてスピンドル形状にしていることです。これが他の SUV とパッと見で違うポイントです。またウィンドウ、スクエア基調ではなくオーバル基調にすることで911との関連性を強めているんです。さらに注目はここ、ポルシェに限らず輸入車をですね、買ったらこういうところチェックしてください。この中、こういうリッドの裏にお国柄が現れます。ででん、ドイツ語なのはもちろんですけども、こちら、これは多分オクタンカだと思います。でも読めません。でも楽しい。サスペンションはフロントダブルウィッシュボーン、そしてリアマルチリンクです。カイエンの全高は 1700mm、 約 1.7m なんですけれども、これちょっとイメージできない人は、近所にいる西アフリカコビトワニ、西アフリカコビトワニを捕まえて立てる、すると大体一緒です。カイエンのリアで注目はここ、このキャビンの幅に対してフェンダーがパーンと張っているところです。これはっきり言って MUDA 無駄なんですけれども、でもこれがポルシェらしいですよね。テールライトチェックします。スモールランプお願いします。ブレーキお願いします。ブレーキ踏んだままハザードお願いします。そのままリバースお願いします。リアフォグあったらお願いします。ラゲッジチェックします。ここ取っ手がついているのはもちろんですね、視認性向上のためにライトが2個ついてます。またここ、さすがはポルシェの高級車、ヒンジも綺麗に整ってますし、配線が見えないようにフルカバードされています。ラゲッジ、開口部、奥行きともにかなり余裕たっぷりです。これだけの幅があればですね、体長 1.2 メートルのガラパゴスゾウガメを捕まえてゴロンと
横倒しで詰めます。ラゲッジで注目はここ荷掛けのフックが4箇所にあります。これは珍しくないんですけれども、さすがポルシェです。ここスプリングが仕込まれてまして、手を離すとしっかり元の位置に戻ります。節度感があります。さらにこのアンダーボックス、かなり広大な面積確保されてますけれども、注目はやっぱりこの開閉感なんです。普通ここって作り荒くて単なる蓋でしょって感じになりがちですが、ここはですねまるでドアみたいにしっかり閉まります。隙間も一定です。ちなみにラゲッジのこの下のプレート、金属でできてます。これなら重いスーツケースを乗っけてスッと奥にやれるということですよね。そしてこの壁、ラゲッジの壁面までしっかりとカーペットが張られてるんです。高級感です。リアシートです。ふっかふかのパンみたいです。柔らかそう。リアシートチェックします。お、間口は十分な広さ、でもバカ広い感じじゃありません。やっぱスタイル優先でルーフそれほど高くないんだと思います。でも中は広い。頭上これだけの空間があります。また足元こんなに広い空間があります。センターには後席用のエアコンの吹き出し口、なおエアコンの吹き出し口はですねセンター部以外にもここにもあります。夏場ここから冷風が吹いてくるのはかなりいいです。そして下にはですね小物入れスペース、さらに下にはカップホルダーが2個備わっています。その下にはですねシガーライターが備わっています。中央部分にはアームレスト、開けると iPad とかが置けそうなスペースがあります。そしてルーム側にはグリップ、さらにはこちらにですねルームランプがあります。またこの前のキャップ部分開けますと穴が出てきます。これはですね荷室と車室を区切るパーテーションのネットをかけるための穴です。リアシートは格納することで拡大ができます。まず座面を起こします。そしてヘッドレストを抜きまして、そしてこのように背面を倒します。このように左右が4対6分割で倒すことができます。さあ、海燕 S で舞踏会に行く人が気になるのがお化粧直しのためのミラーとライトがあるのかですよね。あるでしょう、海燕なら。あるのかな、ないのかな。ありました。しかも鏡の周りにまるで俳優の楽屋みたいなライトが埋まってます。これは120点です。さらにこの海燕すごいのがこのライトだけじゃありません。バイザーの奥にさらにバイザーがもう一枚あります。つまりこれ、このように横の日差しをカットしつつ前方の日差しもカットできるんでした。素晴らしい。2枚合わせて220点です。フロントシートです。シンプルですが質感高い造形です。フロントシートチェックします。意外、ラグジュアリーな SUV なのに座った感触は ALB、 アルトバイエルンみたいにですね硬くてプリプリしてます。座り心地いい。このシート、シートの調整は全て電動になってます。こちらでリクライニングも前後のスライドもハイト調整もできます。こちらのスイッチはですねランバーサポート、この腰の調整になってます。かなり可動範囲が広いです。インパネです。高級感がさすが、大御所クラスです。この海燕の運転席の注目はペダルです。すごくでかくて剛性感があります。床から生えてるタイプではありませんが、さすがポルシェって感じがします。またこのドアのヒンジ、このヒンジかなりごつくてですね削り出しみたいな形をしています。だからドアの開閉時のフィールもですねかなりいいんです。センターにはシフトゲートが備わっています。これ左に倒すとマニュアル操作も可能です。もちろん手元のステアリングスイッチでもできます。さらにその後方にはカップホルダー、さらにですね SUV らしい装備としてこのように左右乗員用のグリップが備わっています。この車の特徴は、黒、白、シルバーが多い海燕の中で、まあ、比較的珍しいオリーブグリーンを採用しているところです。少ないんですかね。結構
台数もかなり希少とされていて、まあおそらく50台もないと思います。特に、V8 の海英 S で左ハンドル内装ベージュでこのボディ色の組み合わせっていうのは僕はほとんど見たことないですね。でそれに惹かれてこの車を購入いたしました。また注目はこのグローブボックス、開ける操作がボタン一つなんですが、このようにぬるっとゆっくり出てくるんです。しっかりしたダンパーが入っている証拠です。さすが高級車。またシートヒーターが左右に備わっているのは当然として、これですね、なんと暑さの調整が0から5まで5段階に可能なんです。シートヒーターってあると嬉しい装備なんですけれども、オンオフの2段階しかないものだとですね、座っている途中で熱ずつってなっちゃってほとんど使わなくなっちゃったりします。なのでこの5段階調整のものは常時使えるものとしてかなりいい装備です。エアコンの操作パネルはこのようにしっかりとした物理スイッチがついています。操作感がかなりいいものです。エアコンの下には灰皿とシガーライターソケットがあります。ボンネットオープナーはここにあります。搭載されているパワーユニットは V8 の 3.8リットル、 385馬力です。ポルシェのエンジンルームを開けたらここをチェックです。オイルの指定シールなんですが、これがモービル1とポルシェのダブルネーム、超かっこいいです。レーシングカーみたい。シフトの後ろにあるスイッチはセンターデフロック関係のものです。一つ目の操作でセンターデフがロックされます。さらに前方にやりますとフロントデフまでロックされます。かなり本格的な機構。後ろに操作しますと解除されます。その横はドライブモードの変更スイッチ、押すとスポーツになります。ステアリングの中央にはポルシェの紋章があります。さらに左はですね、こちらキーシリンダーがありますが、このようにステアリングの左にキーを差し込んでエンジンを始動するというのはですね、911にも共通するポルシェならではの場所です。このキーのですね、本体部分、このように横にすると分かるんですが、カイエンのボディの形をしているんです。ライトを模したパーツも入ってます。またこの左下にはライトのスイッチがあります。メーターはですね、これもまた911やボクスター系と統一されたイメージの5連のアナログメーターが備わっています。このエンジン V8 の 4.8リットル、 385馬力もあるのでもちろん遅くはないと思ってたんですけど、これちょっと踏んでみますね。スーパー速いですよこれ。アクセルはほとんど踏み込んでなくて、アイドリングからちょっと足を踏み込んだぐらいでもですね、余裕で走ってくれます。車重が 2.5 トンを大きく超えて、むしろ3トンに近いようなボディなのにギュンギュンに速いです。乗り心地はですね、 FWFW ふわふわではないんですけれども、ポルシェ911とかのイメージで乗るとちょっとですね、予想外の柔らかさがあります。割と優しい乗り味をしてくれてますよ。すごく重心が高い車のはずなのに、このようにステアリングを切っていってもですね、不安なロールが発生しません。さすがポルシェ先輩で、このように SUV でもですね、コーナーリングがふらつくなんてことはないんでした。ちなみにこのカイエン、フルタイム 4WD のシステムを採用しています。前後のトルク配分は38対62を基本にしているですね、後輪駆動寄りのトルク特性なんです。このトルク配分もやはりポルシェっぽいですよね。しかも特徴的なのはですね、必要に応じて後輪に最大 100% のトルクを配分してくれるんです。お気軽 SUV とは一味違うのがカイエンなんでした。というわけでポルシェカイエンはですね、911のイメージを大きく残すエクステリアですとか、この十分な動力性能、その動力性能に対して非常にこのコンフォートなソフトな乗り心地のサスペンションを組み合わせることでですね、気負いすることなく毎日足としてガシガシ使えるいい車に仕上がってるんでした。大変美味でした。ごちそうさまでした。
ちなみにこちらのですね、僕の鈴木さんはですね、はい、まあ今回はデイトナーさんのライターでいらっしゃってますけれども、元はといえばですね、ファミ通のカリスマ編集者です。ファミ通でですね、いろんな記事担当されてますけれども、芸能人とかですね、あと町内会っていうお笑いのコーナーありますけれども、あれを長年担当されている人なんですね。で、僕とはですね、私が出版社にいた時代の新社誌の編集に加わってもらった仲です。はい、ありがたいことですね。まあ車も大好きなもんで、私ね、車持ってからめちゃくちゃ車好き、ね、車めちゃくちゃ大好きなんですけど、車何でしたっけ。愛車は僕73年式の 240Z、 左ハンドルめちゃめちゃいじくって、中古マンション級のお金をぶっ込んだって知ってくるもんですね。まあいろいろ海外に取材に行ったりとか、そういうのやっております。はい、でまあそうですね。で、新社誌の編集長宇波さんがね、退任を授かった時に、宇波さんがちょっと頭おかしくなっちゃって、変なライターとかね、変な漫画家さんいっぱい呼んで、車雑誌からの作った時にまあ呼ばれた。そうですね、あっという間に終わっちゃいましたね。あっという間に終わっちゃってすいませんでした。だからバックナンバーずっとそのまま取っておいておけるってありがたいと思いますけど、ダチョウクラブさんとかもね、ダチョウクラブさんもやりました、ね、毎回あのタクシーの話そうそうそう、謎の上島さんにタクシーの話を聞くとか、そういう連載もありました。上島さんが車に一切興味がなかったため、新車について話すことがなくて、毎回タクシーで起きた出来事のみを話すという素敵な連載でした。というわけで、今回の記事はですね、コルノさんがガッツリ書いてくれてますので、こちらの本の方見てください。そうすると宇波さんのこの YouTuber 視聴者の方も、はい、この取材どうやってんだろうって裏側がもうかなり詳細に分かるので、あ、こういう風にやってたの、こういう機材でやってたんだみたいな、俺もうな丼になりたいみたいなフォロワーがいっぱいいると思うんですよ。はい、いや、いるじゃないですか。うな丼オマージュみたいな動画って。いや、いないです。そういう点に動画とかやり方が参考になるんじゃないということで、はい、でこの再生数が100万回ぐらいいったら、もちろんキックバックもあるということで、本当によろしくお願いします。よろしくお願いします。